はい、休める国の武田です。ミャンマーが、またもやですね、6月30日まで、国外、への出国をですね、しないことで、延期が決定したというニュースが昨日の、夜中に、参りました。当初はですね、6月15日に、それが解除されるという方向になっていたわけなんですけども、昨日の夜ですね、12日の金曜日ですね、ミャンマーの方からですね、それが解除するのが延期になりましたというメッセージといいますか、書面も出てきてました。これによってですね、当分やっぱりミャンマーからのですね、入国っていうのがちょっと遅れそうな状況ですね。また日本現地のですね、日本大使館の方もですね、ビザの発給、受付、こういったこともまだ止まっている今状況が続いているということですので、おそらくそのあたり、日本政府で大使館側の方は、6月30日まで延期ということなので、多分そこにちょっと足並みを揃えてきているのかなというふうに、思われます。また隣国ですね、タイとか、ミャンマーの方たちはタイとかにこう、海外で就労に行かれる方は結構多いんですけども、シンガポールも含めてですね、やっぱりなかなかシンガポール、あとは、マレーシア、このタイ、マレーシア、あとシンガポール、それに加えて、日本、この4つの国が一番、海外の、就労で多い国ではあるんですけども、このあたりの、バランスっていうのがですね、今後の、入国のタイミングに合わせられるんじゃないかなというふうに思います。はい。また、こういった情報は、逐次、情報を公開していきますので、楽しみにしておいていただければと思います。ありがとうございました。